僕のイングリッシュは決して点数は取れません、はい、センター試験はやってません、はい、もう無理無理無理、はい、ですけど、うん、バーでは女性は口説ける可能性あるそこで2回目のご登場、栃木の独立リーグで持ち前のハッスルプレーでファンを魅了している川崎宗則さん。髪の毛をこう帽子に入れてたんですけど、なるせえお前何耳塞いでんだよお前ボケーとかって言われるんですよ子供に。ロッテなどで活躍、故郷栃木で選手兼コーチとして手腕を発揮している成瀬義久さん。今取った瞬間に本日は栃木ゴールデンブレーブスのコンビ、特に野球塾は必見です。野球トークバラエティーダグアウトプレイボール。皆さんどうですか、改めてやっぱピッチャーの目から見て今の日本のピッチャーの技術は、能力が上がってきてますし、やっぱスピードのベースがどんどん上がってますよね。投げ合ってみたいなって思う今の選手っています？今ですか、はい、山本由伸じゃないですか、ね、あら、あれそれは同じチームメイトになったからこそですよね。やっぱあの凄さとか、そうかそうか、ちょうど1年ね、トレーニングのしてる姿とか、はい、ちょうどどういう方ですか。由伸が何年目ぐらいでしょ、その時になる人でしょ。3年目くらいですか、ね、3年目、まだ背番号43の時代やな。43ですね、ね、はい、まあ、翌年から18になる。ちょっと岸田さんが引退するタイミングだった。はい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 。いや岸田さんの引退ね、あのセレモニーも良かったのよ。良かったですね。このオリックスはいつか強くなりますみたいな感じで。それが名言残したいんやほんまに。ほんで岸田さんに俺で言うて、あのスピーチ良かった、ほんまに強になったで。今日ほんまやな。何やお前適当に言うたんかお前言うて。あんだけ感動した。感動したのに本当。でもその頃からやっぱり。やっぱ吉野が違うかった、やっぱり、ちょっとやっぱりこう人と違うっていうか、やっぱ自分は自分の我が道を行くっていう人だったの、はいはい、うん、子だったので、うん、それ見たらやっぱ大成するんだなっていう感じは分かるんですよ。やっぱ流されないんですよね周りに。結構早かったんで流されないのを周りから、普通だったら活躍したら、はい、活躍してたらちょっと調子乗ったりとかすると思うんですけど、それがなかったんですよ。なるほどね。そういう部分で、ほんであの投球フォームもね、はい、ちょっとこう変わったりとか、やっぱある意味なんか、はい、まあ、イチロー選手じゃないですけど、まだまだあの投球フォームがこれからまた変わりそうな感じもするんですけど、どうですか。なんかやっぱ年々進化しないといけないと思うんですよ、ね、うん、どこかやっぱ毎年バッターも攻略していきますし、うん、はいはいはい、それを上回んなきゃ、1ミリでも上回んなきゃいけないので、うん、それ考えたらまた新たな来年も見れると思いますし、姿もだから楽しみしかないですね。ちなみに成瀬投手のやっぱ投球フォームも非常非常に特徴的ですけど、はい、あれもどん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 変わって完成形に至ったんですか、あれは。そうですね、もともとはその高校の時に、はい、まあ、スピードは正直中学校までは僕の中で速球派だったんですよ。で一応中学校の時はストレートが主にで、ほとんどカーブを投げるか投げないかぐらいだったんで、基本ストレート勝負だったんですよ、はい、で高校に入って速い方だと思ってたんですけど、やっぱ球が遅いって言われたんですよ。あ、当時でも30後半投げてたんで速いはずだったんですけど、ね、うん、でもちょうど一つ下に涌井がいるので、はいはいはい、どっかしらで工夫しなさいって言われて、まあ、制球に関しては僕自信はあったので、はいはい、でそれで今のその招き猫投法の原型なんですよ。あ、はい、もともとは。なるほどね。ただ今よりももっと投げ方も違います、うん、もっと体が筋肉がなかったらもっと柔らかかったんですよ、はい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 、でもっとグニャグニャした投げ方で、グニャグニャ、はい、あの、うん、もっとテイクバックがちっちゃいというか、はいはいはい、ほんとギリギリになって、それから外旋しても全然肘がすごいしなるしなったんで、はい、今じゃ全然それができないんですけど、いやいやいや、当時はそういうので、まあ、まあもう持ってでももっとちっちゃかったんだね、テイクバックが。もっとちっちゃかった、ね、大きいんじゃなくてね、はいはい、ちっちゃくしてギャンってだけさ、はい、今ねショートアームは言われてるけど、はい、いやオリックスにね今年出てきた横山楓いうのが、はい、もうほぼこうよ、もうほんまこう、いやほんまに、いやもうこうほんまほんまほんま、招き猫を超えますね、超えんの、ほんまに横山楓調べて背番号50に、うん、こんなんや今びっくりした俺、何投法って呼ばれるよ、いやほぼキャッチャーの昔キャッチャー構成言ってたけど、ね、もうこれに近い、本当にね、だから成瀬もちょっと本当はここ柔らかかったから、ある意味それに近いよ。あ、そうですね、あんま筋肉自体もなかったので、柔軟性で、柔軟性の方で、だから練習しようと思ってみんなができる投げ方ではないってことですよね。なのでやっぱ人にそれぞれ合った投げ方をした方がいいのかなとは思いますけど。
はい、あの特徴的なやっぱリリースなんだろうな、そのリリースのポイントそこなんだろうね、はい、それだから果てよりリリースのポイントさえしっかりしとけば、うん、その上をそのちっちゃくしてても、はい、あとはこの移動とかそうやで先が、はい、ね、本当に、まあ、技術の話は後ほど野球塾のコーナーで、はい、これ後ほどまた見せてもらおう、はい、ましょう。続いてはこちら、ガチャガチャダグアウト。ガチャガチャダグアウト。このコーナーではガチャガチャで出てきたテーマについてお話ししていただきます。どんなお題が入っているのか、宗さんからいきましょう。さあ行きましょうかね、チェストいきましょう。どげなのが出るか、はい、チェスト。あ、来た。今日言ってへんかったからね。確かに急にここで言ってました。思いましたかも。はい、はいはい、じゃあ行きましょうね。何が出るか。はい、はい、来ました。じゃ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 ん。これです。ヤジ。わー。うわヤジって結構多分辛辣なのも食らってる世代ですよね。これはやばいね。そんなわーとかいう感じじゃないですよね。いやもうわーって明るくしないといけない一緒だけやってらんない。やってられない。やっぱりヤジって減った、うん、だよね。減りました減りました。球場でのヤジ ヤジは、まあ、僕がまあ知ってるのは24年前から藤井寺思います。藤井寺そこからスタートして、もうあのなんかもうまたやんちゃなおじさんおじさんたち不良のおじさんでしょ。いたんですけど、もう早く帰れとか、なんかもうボロカス関西弁で最初分かんない、何の言葉を喋ってんだ関西弁で分からない最初。まあまあな、はい、ちょっときつめのとこらへんやからね、関西弁でもね、はい、薩摩から来てるから、はいはい、言葉がちょっと分からないんですよ、まあね、しばくぞとしばくしばるどっちかよしばるくれとかまだバージンボーイだぜそれはもうダメだ。まあまあそれは置いといて、まあ、でも結果そういろんなヤジの仕方があるわけ。あるけど、あるけど、うんうん、で阪神日本シリーズ2003年、はい、これは2003年や、阪神と日本シリーズやってるよ。うわ、7戦までもつれたやつですね。もう僕当時阪神タイガースと、初めて試合しましたね、うん、あ、交流戦もない時代、交流戦もない時代だったんで、はい、甲子園っていうところに行った時に、うんうん、うわ、高校時代縁もゆかりもないやつ、まあ、でもある意味憧れのな、憧れのところ、でもそこでムネリンムネリンってこう、ムネリンって嬉しいや、胸入れて言ってくれると、パって向いたら阪神のこのなんか虎柄の下の女の子2人が胸入れ言われて調子こいて向いたね、向いたねあらと思って、引っ掛けみたいな、引っ掛け引っ掛け胸入れ何歳ぐらいの女性だったの。若いですよ、50代の女の子に。すごい、当時周りの先輩たちがゲラゲラ笑ってたホークスの先輩たちが、ホークスの猛獣たちがゲラゲラそれで笑って、ほらこいつほら調子こいてるからお前がとか言って、それで先輩たちが笑ってくれたからホッとした。俺たちは逆にね、あのヤジのおかげで先輩たちボコボコ打ってました。成瀬さんは時代的にはどう、ヤジやっぱバリバリの。ヤクルトに行ってリリーフで甲子園行った時はヤバかったです。なんかリリーフが出てく時すごいって言いますよね。かかってるじゃないですか、あの、はい、あの物投げられないように、はいはいはい、リリーフからね、はい、こうかかってるんで、うん、で僕たまたま髪の毛こう帽子に入れてたんですけど、こうやってこうやって、そしたら子供に、うん、おいなるせお前何帽子耳塞いでんだお前ボケーとかって言われるんですよ子供に。なるせさんがこうやってやってると思ったんですけど、僕たち違くて一緒。ごめんなさい、もうさっきね、はい、若い女の子、はい、こっち子供やめてちょっともう関西のイメージ悪いよ、もう飲んだくれのおっちゃんのやじにしてやもう、ね、不良のおじちゃんの方が可愛く見えてる。可愛いよほんまにもうでもまあ逆にそのヤジ、さっきのヤジじゃないけどロッテの応援はもうあれパワーなるでしょ。あれはあれを聞いてたら鳥肌、同じチームにいてもベンチで応援してても鳥肌立つし、やっぱすごいなって思いますし、で僕がロッテから FA でヤクルト行って、ヤクルトで一回千葉まで中継ぎで登板したら、普通だったらやじられるんですけど、もう拍手してくれたりとか、見てみー、だからちょっとすごくありがたかった。ありがたいな、ほんでまた応援がかっこいいね、あれリズムに乗れるの。今江選手の俺応援好きだよ、今江の。でーれ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 ーそれ多分2010年以降のじゃん。ほらほらほら、いやほら映画の別に今井選手におごてんねんから映画のな、すごいよ。ロッテ戦の守備だけはキレキレだったの、音楽がいいから乗れちゃう
マジで敵を乗らせてくれる、敵の守備率を高めてくれる。こういい感じで、だからリズム取りやすい。ある意味ロッテの応援の人たちはいつも教え合う、ありがとう、ありがとう、いい曲だって、今日もありがとう、いいステップあんねん。僕大好きだったんですよ、ロッテで。じゃあヤジのメジャー編どうしよう、行きましょうか。メジャー、はい、ヤジ聞きたい。あるの、あるダグアウトで喋るの、なんかブーイングでブーぐらいちゃうの、あんの、ノー、嘘、ノー、ノー、ノー、ウェイ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 、ありえへんってことで、ノー、ウェイ、ノー、ウェイ、いいから、はい、どんなメジャーの、メジャーのヤジはですね、いっぱいあるんですよ、今、ここでもまあ、例えばそっち差別用語もありましたね。あ、でもですね、これがすごいのはメジャーはヤジしたら必ずセキュリティの人たちがいるんですね、メジャーって、うん、警備員がいっぱいいるんです、うん、怖いね、ちょっとでもヤジいる、そういうヤジがあったらですね、うんうん、そのヤジを退場させてもう二度と球場入れないようになるんです、うん、厳しい、めっちゃ厳しい、素晴らしい、素晴らしいです、うん、僕に結構なんかわーわー言ってくる人がいたんです、うん、当時僕は分かんなかった、なんだろうなと思ったら、うん、僕らのチームメイトがわーっと怒ってセキュリティに、うん、あいつあいつって、あいつ、じゃあみんなノーノーって、いやいやあいつあの、ね、なんかジャケット赤いよねって言って、はいはい、でそいつは証拠なくても、うん、もう言われた時点で、はい、はい、セキュリティがはい、身分のね、身分のね、 ID チェックして、 ID チェックして ID をちゃんとビーツされても二度とどこの球場も行けない、うわ、できん、どこの球場も行けないんですよ、やっぱ特にそういう多民族ね、そういういろんな方がおるか、やっぱそういうね、差別的には厳しいねなあ、それは大事や、そう考えたら、あの菊名は可愛いかな、子供の、その可愛いにしとこうか、ほんだ阪神が可愛いにしとこう、これはな、これ可愛いな、ね、胸にって書いて、それでは成瀬さん続いて、成瀬行きましょう、改めて応援のあれやないけど、成瀬さん、ちょっと谷穂さんにちょっとなんかこう一言いいですか、やっぱりな、33年間やね、俺も33年間谷穂さんにも休まずよ、本当だよ、すごいよ本当に、お疲れ様でした、とりあえず2100試合ぐらいですね、はいはい、いやまあ僕もすごく応援してもらったので、力はなりました、とりあえずあとは一ファンとして球場に足を運んでください、お疲れ様でした、あすごいか、動きましたよ、ね、やっぱりあのコールはたまらんもん、ね、本当ありがとうございます、伸びが違う、違う、ね、伸びが違う、あでそういうやつ淡々とやってますね、一番関係性深いのに淡々と行きましたね、はい、ちゃんと行きましょう、はい、はい、契約交渉いいね、ダゴこれはちょっと時期的に12月だから、そうやな、ね、まずちょっとほんだら、ね、成瀬さんにちょっとどうですか、はい、契約どんな思い出ありますか、どんな思い出、そうですね、言える範囲でイエロー、全部イエロー、これがあるで、そうですね、まあ僕どっちかというと勝ち星と負けが同じぐらいなんですよ、大体トントンのことが多いので、でまあなんとなく年間通して頑張ってるっていう、はい、で今、まあ、イニングも稼いでるっていうんですけど、やっぱエースと言われると貯金があったりとかしなきゃいけないっていう状況なんですけど、ただその部分がないのでやっぱりちょっと契約的には上げにくいらしいですよね、でもなんかまあ、なんかこう人時代昔今はもうやっぱだいぶ変わりました、はい、どうですかそのあたりは、今はそのピッチャーとかの評価の仕方もだいぶ変わったなと思うので、やっぱり特に中継ぎとかのやっぱりどんどん上がってきてます、それはすごいいいことだな、いいことですよね、今までは絶対勝ち試合じゃないと、ね、なんか目に見える部分でしか評価しないというか、なかなかねやっぱ先発ピッチャーだよね、はい、うん、ちょっと評価されなかったですかね、特にあの敗戦処理って言い方は良くないですけど、まあまあね、でもそこってすごく重要なポジションで大事よ、試合作るからね、はい、結局ピッチャーが崩れた時に2イニング3イニングを投げる、ただそこも本当はもっと良くしていかないといけないと思うんです、やっぱイメージはまだちょっとまだこれからですけど、でもだいぶ昔よりはその価値はすごく上がってきてるので、そうや、ね、もうだから昔の契約崩壊の映像を見てもみんなバンやってな日本ハムの武田投手バン何回も出されてあの映像ごっつ怒ってるやん、ムネリンの日本での契約はどうやったの、はい、ちょっとそれを言いたいこれはもう駆け引きはないけど、どんな感じだった、はい、まず僕行きます、はい、はい、こう裏こあの裏交渉なの裏交渉いいか下交渉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 で悪い裏に戦闘で下交渉ね下交渉で飯食うんすよ、あ一旦飯会で一回飯会で飯会開く、まあ、ね私も使いしたどうだったな、まあ私もこうでしたもねでやっててこう2人ぐらい球団の人がいるんですよ、球団のねそういう担当が、で、まあ、今年こののあれなんだけどこれぐらいでっつったら、あもういきなり金額ポンってくるわけだ、いや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 い
はい、早いね。もっとこれです、これ欲しいです、終わり。こっち側からもう出す、あっち来たらこれです。うん、でも僕はこれもらえると思ってません、とんでもないこと言ってるから。ああちょっと高めに、かなり高めに。そりゃそうや、向こうが次笑って、ハハ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 。どんな雰囲気なんですか？もうまたじゃあ次があるな、はい次行きましょう、次は。あ、笑顔で笑顔で。球団も別にその召し替えは、はい、球団がいろいろ経費で落ちるから見ない、また行きましょう、次で2回目、次はその店行きましょうかって、はい、博多の美味しいもつ鍋やから、はいはい、次は、次はここでっつって、はい、2回目の下交渉、2回目は向こうもいろいろ会議重ねてきて、うん、ちょっとこう額をこう、これぐらいでとか言って、あ一応向こうはちょっと上げてくる、また召し替えか、それも召し替え、はい、でも僕が言ってるのはここだ、はいはい、向こうは最初言ってきたらこれぐらい上げて、上げてきた、俺またハハあれとかもう終わりつぶし、ただ単にただ飯食いたいだけ。何回もね、美味しいお店に行きたいみたいな感じだったんですけど、でもまあまあじゃあこれだけだから、じゃあ3回目行きましょうね。俺はここ欲しいっす、あーあーその間ぐらいや、ちょうどこの間ぐらい、球団とこの間、ね、もう家の中行くと、うん、じゃあ次で勝負、これもしますからいいですよって言って、うん、ああいいですよっつって、うん、だけど、うん、もういいじゃないですか、それはそれでってお互いっつったら、うん、切っていく、ここ俺が思ったらこれここ食うよ、あーあーあーなるほど、もつ鍋食べながら、ね、もう焼酎でもつ鍋食べながら最初始まる前はこう気が話してたね、お互い笑い合って、はい、そのままとりあえずビールを食べましょうかキャーンって言ったら、そこからお互い緩むわけですよ、はいはい、緩んできたらこうちょっとずつ入ってきて、2回目なんかもっと緩む、もう聞いたそれ聞いた。